Why did never give up? はい、どうももちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日も気になる記事ありましたのでご案内させていただきたいと思います。茂木健太郎がスマップや嵐の楽曲は本物じゃない、熱弁も過去にベタ褒めの真意という記事が上がっております。脳科学者の茂木健太郎さん、なんかあの音楽家のバッファじゃないけど、なんかこんなもじゃもじゃの髪型の人絶対知ってると思いますが、9月11日に、X を更新し、渦中のジャニーズ事務所にまつわる持論を展開していると。ジャニーズには騙されないようし、人生がもったいないし、人生の時間が無駄になる、みたいなことを書いていると。で、さらにジャニーズ騙される人は芸術の教養が根本的に欠けている、クラシックからロック、ポピュラーまで音楽の本物に触れていればスマップや嵐には騙されない、ジャニーズを聴くんだったらモーツァルトやビートルズ、ボブマーリーを聴いた方がはるかに深く世界に通じる教養が身につくと、スマップや嵐の曲は本物ではないと言われていますと。さらに世界に一つだけの花だってスマップの楽曲じゃなくて牧原紀之さんの楽曲だと、牧原さんの生き方、人間性があってこその詩、メロディーが生きていくわけだ、スマップが歌ってもそれは偽物でしかないと、指摘していると。なかなかえぐいのぶっ込んできましたね。ということでね、この今回に関わらず本当に僕思うんですけど、あのね、こういう持ちトークでも何度も言ってるかもしれないんですが、答えは一つじゃないと思っているので、まあこの茂木さんの、まあ、感想ということなので、その全員に強要してるわけじゃないから、まあいいかとは思うんですけども、あのまあ、でも多分茂木さん自身はこれが答えだろうっていうぐらいの気持ちで多分言われてるんじゃないかなと、まあ思うんですよね。で、そうですね、よくね、例えば音楽家でもそう、たまにいるんですよ。日本の音楽聴くより世界の音楽聴いた方が絶対にいいとか、やっぱりその海外のアーティストの方がそれは確実に歌が上手い人が多かったり、人口の数も違いますからね、すると思います。だからといってて上手いが全てなのかって言われたらそうではなくて、僕も最初は上手いが全てで音楽を見てました。だからこそ同じ考えを持っていた時期もあったんですけど、今ね、文字トークと他にステップアップライブアーカイブっていうのはずっと皆さん見ていただいてるかと思うんですけど、初期の僕の演奏見ました。全然パフォーマンスしてないでしょ。全然なんですよ。僕も偏った考えを持った音楽をしてたので、いらないと思ってました、パフォーマンスなんて。 MC もいらないって言ってました、偉そうに。でなんで今するのか、やっぱり必要だと思ったからなんですよね。まあ、そうやって考え方はまあ変わってきて、やっぱりそのエンターテイメントという一つのくくりの中で音楽は歌だけではくくれないものがあると僕は思います。だから例えばじゃあスマップが音楽としてはどうなのかっていうところで、ね、今言われているかと思いますけど、じゃあ聞きますけど、モーツァルトやビートルズやボブ・マーリーさんは踊りますか？踊らないですよね。踊りが見たい人はモーツァルトやビートルズやボブ・マーリーのライブに行きますか？いや、行かないですよね。求めてるものは一つではなくて、音楽って本当そういうとこが大事だと思うので、自分がそう思うのはもちろんそうなんですけど、それを違うものを求めている人も必ずしもいらっしゃって、この書き方だともう完全に俺の答えが正しくてお前たちは間違っているみたいな感じじゃないですか。それじゃあ逆に本当に言わせていただきますけど、 100% 音楽をエンターテインメントを楽しめてないんじゃないのかなとも思います。実際に自分がライブに立って
ステージに上がって思ったのは、やっぱり歌が上手いだけではやっていけないし、パフォーマンスをしながら歌うことがこんなにも難しいのかと。そしてお客さんの心を打つ MC ってこんなにも難しいのかとやっぱ思いました。だからこそ今も大切にしているっていうところは本当にあると思います。曲にしてもそうなんですけど、じゃあ世界に一つだけの花を、もちろん牧原さんが作った歌ですから、もちろん牧原さんが歌うことができます。でもじゃあなんであの歌があんなに売れたのかって、誰が歌うかが大切だからだと本当に思います。牧原さんがじゃあ最初から出してたらあれだけ売れていたかと言われると僕は違うと思いますね。まあ SMAP っていうのは自分で曲を作るわけではないので、提供されて、作っていくっていう過程があるんですが、例えば SMAP の有名な曲でセロリっていう曲があります。あれは結構、まあ、売れた曲だったと思うんですけど、あれは山崎まさよしさんが、提供しました。でヒットしましたよね。確かあれ僕の記憶が確かね、これちょっと違ったらすいませんね、先にセロリはスマップが出す前に山崎さんが出してるんだと思うんです。でもしそれを言うのであれば、あ、そうですね、セロリはスマップが歌った時が97年に対しまして、こちらは96年に出してますね。そうなんですよ。だから結局それを言うなら、じゃあ先にこのセロリは爆発的に売れてるはずなわけです。でも売れなかった、まあ、最高位68位って書いてますけど、もうこれ売れたか売れてないけど、僕らにとっては売れてるんですけどね。スマップが歌ったことで有名になったっていうことなんじゃないかなと思うんです。だからこの考え方っていうのはもう完全にこの、偏見の目で、まあ、評価しているのではないかなって本当に思うし、一度例えばじゃあがっつり見て何か感じるものがないか、ライブに行ってみるとかしていただくと、これまた違う発見があったりするのかもしれないですし、まあどう思ったとしても、あの書き方は誰かを不快にする書き方ですよね。いやでも本当にこの世界に一つだけの 花に関しては、この手話も入ってる踊りがあって、あれも一つ爆発的な人気を得た理由でもないのかなとも、まあ思うわけですよ。っていう意味ではスマップの功績っていうのは本当に大きいですし、日本のこの音楽シーンにおいて、テレビ業界においても絶対に歴史から消えることのないスーパーグループだと僕は思っています。まあなのでこの書き方っていうのは本当に僕個人としての感想としてあまり良くはないかなと、思いました。まあ人それぞれ考え方があるのはまあ自由なんですけれども、否定するものを一回知ろうとすることも大切なんではないかなと、ちょっと思いました。ライブ見たことありますかと、多分ないと思う、でもそのライブ見てみると何か発見があったりするかもしれないです。全てそういうものを含めたエンターテインメントが音楽だと思っています。なので僕も頑張りたいと思います。今日もちょっと、まあ、いいニュースではなかったですけれども、ちょっと考えさせられる記事をお話しさせていただきました。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。